お母さん手作りの味。まずは藤枝市岡部町ののどかな場所にあるお店、円カフェ天神森。店先では猫も日向ぼっこしています。2017年にオープンしたくつろげる食事どころです。おばあちゃんとか年寄りが多いから、あのお店へ来てゆったりお茶飲んだり、これはお座敷を作ってそこでゴロゴロ寝てね、みんなでこうできたらいいなっていう、そういうお店にしたいと思ってやってます。定番人気はおまかせランチ。サラダや前菜にお惣菜がいろいろ乗った豪華な定食です。4種類は私が毎日考えて作っているんですけどね。だから小さい鍋で作るもんだから、こちらのお客さんとこちらと物が違うっていうことはあるんです。こちらは素朴な味付けの肉じゃが。肉じゃがはお肉と人参とじゃがいもと玉ねぎ、それも一個も入れて、その玉ねぎもじゃがいもも私が畑で作ったものです。お店の脇にある畑で自家栽培の野菜を収穫して使っています。さらに味噌汁に使う味噌も自家製。味噌汁はね、大根と茄子と白菜、それから豆腐をお揚げとかってね、そうたくさん入ってるんですけど、中でも焼いたお揚げが香ばしいと評判です。人参はね、細く切ってバターで炒めてたらこで絡めたの。それすごく結構簡単なんだけど評判がいいんです。そしてご飯はおかわり自由。もう4杯ぐらいで、もういいにしてって言いたくなるぐらいね、体格のいい男の方だとね、結構ね、後の人がなくなっちゃうでハラハラしながらもね、自由だよって言ってるから。こちらはシンプルな卵かけご飯のセット。濃厚な卵を鳥取県から仕入れています。はじめ白身だけをこう混ぜて、軽く混ぜて、それから黄色いのを入れるとなおかつ美味しく食べられる。より黄身の濃厚さを感じられますよ。忙しくても出てきて必ずありがとうございましたとかって送り出す。手が空いてるわ、3人でありがとうございました、またこちらの方行きとまたお寄りくださいね、お待ちしてますって必ず見送ってするのは私はモットーっていうかね。徳川家康に献上したとも言われる朝比奈ちまきはテイクアウトで購入できます。ゆったりした気分で癒される円カフェ天神森です。